とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活の公式ホームページを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。公式ホームページが、コロコロの発売と同時に、新しく更新されました。その情報を見ていきます。なりきり必殺技が、勝利の鍵。なりきり必殺技っていうのは、まあ、前回の情報で出ていたけども、今回は、それの詳細が若干出たっていう感じだね。まずは、陣平の必殺技。抜剣紅玄骨。陣平は、紅の拳で突撃して、エイリアンを吹き飛ばす。吹っ飛ばすっていう、技みたいだね。ダメージも、そこそこ与えるのかな。まあ、アタッカーとして、使っていけるキャラクターなんでしょう。そして、メラ。灼熱ドストレート。メラは聖剣好きで炎のオーラを正面に飛ばす。そしてエイリアンをひるませるっていうことか。ひるませるのはなかなかいいよね。敵の攻撃をキャンセルとかできるので、まあ、かなり使い勝手のいいアタッカーになりそうだね。次はキュービ先輩だね。黄色い声援ブースター。キュービは女子の力を借りてスピードアップ。ただのスピードアップなのよ。これどうなの？まあ、動きが速ければ、そうね。新しい防衛の場所とかにも、早く到着できるし、まあ、エイリアンに見つかったとしても、逃げれるから、使えるのかな？どうだろう？まあ、アタッカーではないね。まあ、別の使い方があるキャラクターなんでしょう。そして、千秋先輩。インビジブルモード。千秋は一定時間気配を薄くし、エイリアンからこっそり逃げられる。これね、俺結構使えるんじゃないかなって思ったんだよね。実際のところ自分しか見えてないでしょ？相手から全く見えなくなるみたいだから、これはめちゃくちゃ使えるんじゃない？まあ、アタッカーではないからね。自分はどういう動きをしたいかっていうのによるけども、結構人気のキャラクターになるんではないでしょうか。キャラクターの必殺技の詳細はこの4人までとなってます。残りの6人はどんな必殺技になるんでしょう。まあ、ふぶきさんは画像は出てたよね。爆弾を投げてるやつ。あれはアタッカーじゃないの？爆弾を投げてひるませるっていう。メラの遠距離系の技になるんじゃない？そして、この情報も更新が来てます。たくさん遊んで豪華報酬をゲット。なりきりキャラプレイを遊んで超いいねをゲットしよう。ということだね。この超いいねの使い方。これが今までは、なりきりキャラの衣装、ファッションだね。あれを交換するために集めましょうっていうやつだったけども、これがもう一つ使い方があるようになりました。陣平たちがさらに強く、ステータス覚醒でパワーアップ。超いいねには他にもステータス覚醒という使い道が、レベル上限マックスに到達したプレイヤーもまだまだ強くなれるということだね。超いいねを使用して、HP、パワー、スピリット、ディフェンス、メンタル、それぞれのパラメーターを上昇させることができるっていうことだね。まあ、妖怪ウォッチ4の時でも、上限を上げることができたけども、今回はどうなんだろう。4の時は、確か上限が100ポイントだったもんね。100ポイントまで。だから全部のステータスを最大まで上げることはできずに、まあ、最大2つまでかな。マックスまで上げれるのは。そういう感じだったけども、今回は、どうだろう。上限100とか、なってるのかな？まあ、どっちにしろ、このステータスは、もうパワーとスピリットだけでいいでしょ。まあ、HP も若干上げてもいいだろうけど、基本的には、まあ、パワー系のキャラだったらパワー。スピリット系であればスピリット。だね。まあ、陣平と、
あ、ジンペイかな。ジンペイだけは、まあ、パワー、スピリット、両方とも、マックスにする感じで、いいんじゃない？まあ、これで、ちょっと、人それぞれのね、キャラクターの強さっていうのが、変わってくるでしょう。はい、それでは3月15日に新しく更新された公式ホームページを見ていきました。一番気になるところの配信日、まだ未定です。いつだろう、今週か、いや、もしかして来週か。春休みに入った瞬間にスタートっていう可能性もあるよね。いつになるんだろう。まあ、CM が始まって2週間以内っていうならば、今週中。で、その法則を破るっていう感じなら、来週の、春休みが始まる25ぐらい？そんぐらいですかね。こればかりはわからない。でも、それまでにもまた、このホームページの更新なんかは、あると思うので、まあ、随時ね、チェックしていきたいと思います。よろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。